はい、こんにちは、レトスノーノです。7月16日の3問に入っていきます。A が B に A 所有の高土地を売却し、その際、B 所有の落つ土地が売れた時に、B は A に高土地の代金を支払うという条件を付けた。A の代金再建の消滅事項はいつから進行するかという問題です。 考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。問題文の状況としては、B さんが所有する土地があるんですね。落つ土地っていうのがあって、これが売れた時に B さんは A に代金を支払う。つまり B さんは A から高土地を買ってるんですよね。B は A から高土地を買ってます。A が っっっってなってててなるるのでで A A ををを主語ににしたら、A、は B 土土地地売売んすすね高土地を売ってますつまり B が持っている土地が売れたら B さんは A から土地買いますよっていう条件なんですよでこの場合売った側の A さんの代金再建つまり A さんが B さんに高土地の代金を取り立てる権利ですねこれの消滅事項はいつから進行を始めるかという内容ですで答えは B さんの落つ土地が売れた時からなんですね消滅事項の起算点いつから進行するかというのは権利を行使できる時から進行しますつまり売り主 A が買い主 B に対して代金の取り立てをできるのはいつからですかこれを考えればいいだけなんですよね権利が行使できるってことは取り立てができるってことなのでいつ取り立てができるかということなんですよ で、代金を請求できるのは、つまり取り立てができるのは、おつ土地が売れた時からですよね。B さんが持っているおつ土地、これが売れた時からです。なので、A の代金債権の消滅事項は、おつ土地が売れた時から進行をします。それでは問いに入ります。え、宅建業者 A が、え自ら所有する土地を、10区画の一段の宅地に造成し、これを分譲しようとしている。A が案内所を設置して、 そこで、宅検業法第35条の規定による重要事項説明をさせようとするときは、その業務を行うのは、専任の取引士でなければならない、丸か×かという問題ですえ。答えは×ですね。案内所には1名以上の専任の取引士を置かなければなりません。しかし、重要事項説明をする取引士は、専任の取引士でなくても構いません。もう普通の一般の取引士であれば、重要事項説明を行うことができます。 よって誤りだとということですね。まあ、基本的な問題なので解けるようにしておきましょう短期講座では通の取引士と専任の取引士の違いまで解説していますしっかり対比して頭に入れておきましょうで問い3ですね開発許可の申請書には開発区域内の土地または建築物の権利者全員の同意を得たことを証する書面を添付する必要はない○丸か×かという問題ですね 答えは丸です。全員の同意は不要です。開発許可の申請書には、相当数の同意、これを得たことを証する書面を添付しなければなりません。つまり、相当数の同意書を添付しなければならないということですね。全員の同意書までは必要ありませんよということですで。相当数ってどれくらいの数って思われるかもしれないんですけども、ここまで考える必要はありません。そのまま相当数と覚えれば大丈夫です。 で、無駄な知識っていうのはできるだけ頭に入れない方がいいです。まあね、気になる方はこの相当数ってどれくらいなのって考えてね、調べる方いると思うんですけども、そこまで考える必要はなくて、もう必要な知識のみ頭に入れていくってことが重要なんですね。これがもう合格への道です。何でもかんでも理解しようとすると、もう逆に非効率になっちゃうんですよ。 理解しなければいけない部分は理解しなければいけないけども、理解しなくていい部分は理解しなくてもいいんですね。で今回のこの相当数っていうのは理解しなくてもいいので、もうそのまま相当数と覚えちゃいましょうえ。今日も最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。明日も動画アップさせていただきますので、えご覧いただければと思います。レドスの小野でした。